出剣。相手はエド。さあどういった戦い方をしてくる方なんでしょうか。エドかー、これねー、かなり、おお、ラッキーやった。むずいんすよね、エド戦はマジで。バックステップか。あっ、泣けんだ。上、しかも勝利間に合うね。これまーずいですよ。一回暴れて、こいつ暴れるやつだっていうふうに思ってもらおう。うえ、まあしょうがない、これは。いやー、ああ、どうしよっかな。危ない破傷撃。うわー、投げかー。まあ確かに投げで死ぬ体力だな。もうちょっと間髪入れずに攻めるべきではあったけど、まあ難しいね。いやーん、オーディーになっちゃった。ボタン押しちゃったな。まずいです。届かない。いや、なっか、いや出ない。しゃがみ強化になっちゃった。オーディ勝利のつもりだったんですけど、これは運ばれちゃうねえ。終わった。いやー、エド強いねー。いや、非常によろしくないぞこれは。さあ第2試合どうしよっかな。これ、うん、取らない。これはどうぞ。ラストパリは決めていく。危ない。まあしょうがないけど、敵対すぎた。痛い。うん、投げられちゃう、投げられちゃう。まあ投げなら、あ、まんじて受け入れよう。おい、当たる。いや、持ってない。終わってください。よーし、危なかった。と旋風脚当たると思ってなかったから、派生できなかったけどね、竜巻に。まあなんとか。昇竜拳、中段行こう。当たらない。まあいいだろう。いや、長いよね、これマジで。まあまあまあいいだろう。あー、反応できない。大丈夫。昇竜拳。ね、うわー、取れない。うっ、危なかったー。インパクトブッパー。まあエド相手にはね、適当なインパクトも必要だからな。おらよー、まだ負けてねえぞ。マジでね、竜対エド本当に竜きついんだけど、まあ頑張ろう。こっからが怖いぞー。さあどうしよう。まあでも弾打たないはないと思うから、弾打つんだけどね。いやー、変なん出た。大丈夫。あっ、おいね。変なん出てる。いってー、ここ暴れちゃいましょうか。これはもうドライブゲージがないんで。あー、惜しかった。今の意識はできてたんだけどね。1触れたボートだったっぽい。いってー。あっ、あ、まあ全然いいだろ。もう一回行こう。はい、うわー、出た。サイコフリッカー。オーディンのサイコフリッカーがね、強いよね。お、長い。破傷撃。はい、うん、昇竜拳。よーし、落ち着いて対処できましたね。様子見できたのが良かったな。さあ第2ラウンド。あっ、でかい。おいしいな。でかい。ふぅ、いやー、マジか。すいませんでした。これは SS、 あ、来ないんだ。抜けた。はい、飛んじゃう。すいませんでした。大丈夫。昇竜拳。よーし、危ねえ。インパクトだったなー。まあそしてバーンアウトさせたのが本当に偉かったぜ。おらー、
キャラサはバーンアウトでひっくり返せ。よーし、危なかった。いや、江戸戦勝てたのは大変大きいですね。まあ、ここ最近のね、大会とかでも、やっぱり江戸使ってる方、やっぱり大変多いのでね。いや、江戸に、江戸戦を経験値積むのはすごくいいことですね。まあ、特に勝てたのも、なおのことよしといったところでした。いや、ほんと技のリーチとか、あとフリッカーがマジで強いから、なかなか近寄れないんだけど、まあ、今回は、インパクトのぶっぱなしでなんとかなりましたといったところでした。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか、コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。まあストロークで一番やべえ技何言ってたらインパクトかもしんねえな。そんなことないかな。